ットとかを入り込ませる場合はむしろそうすんのかななんつうことを思ったりとか、あとアナログの究極の方ってのもあって、うちの近所の仲介があって、ここがねうまくもまずくもない、もうとてもいい、あそうだ、飽きのこない味だ、俺覚えたんだよ、飽きのこない味なんだよ、飽きの、俺が今覚えて、そう覚えた、飽きのこない味なんだした時に、もうガラスの向こうでお前本当だよ、何で言っても覚えねえなっていう、そのうまくもまずくもないとか、いい意味で美味しくねえとか、そんなことばっかり言うよなみたいな、特にミキサーの岡部がそんな顔してましたけど、言っときますけど、なんでその僕が大人になるその、工程の中でミキサーという仕事に就く、その何つまみを上げたり下げたりしながら何言ってんだか分かんない、これバカみたいな話してるやつの声を大きくしたり小さくしたり風呂で喋ってるみたいにしたりしなかったりとかみたいな、あの仕事に就く人の気持ちが全然分かんない、なんでなるのかっていうね、なんでなるのかっていうことですよ、そういう、なんつまみが好きなんですかね、あれいろんなもんつまんだ結果これだなーなんつってでいて、もうつまみ放題っていう。でもさ、この時点でさ、うちのそのミキサーの岡部氏がね、全然そのつまみを下げていかないじゃんね、本当に広瀬すずが嫌いだったら照明落としちゃえばいいのかな、ね、あとはあのいわゆるあの音声さんのさ、マイクを取るバーな、長い棒あんじゃん、棒の先に音声ついてるやつで、顔が、すいません、すいませんって言えばいいじゃんね、思いっきりついて、言わないんだから、言わないんだから、本人たちは、まあまあ、その小娘の言ってることなんだったら分かるでしょ、みたいな、そういう話じゃないの。いやいや、俺、正直な話で言えば、俺、17、18でこの世界入ってるから、一番最初に、ディレクターとアナウンサー以外で、その、局、こういうラジオ局、テレビ局に志望で入ってくる人ってやっぱり分かんなかった。で、後々で、それもさ、なんで伊集院さんテレビの方がギャラもいいし、そのすごい有名になれるのに、なんでラジオなんですかって言われたら、それはいろいろあるよしかないよ、別に17歳ぐらいの子に言われても腹も立たないよ、別に全然こんなもん、その自分の持ってる、なんとか許してもらえる能力の中で、いろいろこう展開していって落ち着くとこここ、とかそういうことだってあるわけで、その、もちろんなりたくてなる部分もあるけど、それをさ17の子に分かんなかったりとか、もっと言うとああいう職人のおっさんたちはそんなの慣れっこだから、本当にそんなの慣れっこっていうか、まあそらお嬢ちゃんたちには分かんないよねっていうことだし、でもっと言やさ、ある意味あの子の謙遜みたいなもんじゃん、お嬢ちゃんの声とか、それお嬢ちゃんのその言ってることとかに、お嬢ちゃんが思ってるように価値があるからおっさんたち頑張ってんだよっていうとこだからさ、悪くないじゃん。ああ俺のこと好きになってくんねえかな、お姉ちゃんの方が、できればお姉ちゃんの方がね、お姉ちゃんだけ怒ってんだよな、お姉ちゃんおもぐり監督で怒ったけど綺麗だったんだよな、お姉ちゃんの方がね、出ました、誰にも好かれない解決と、どこに行ったんだ地味な仲介の話っていう、うまくもまずくもねえ仲介の話、どっか行っちゃったじゃねえかよ、よっぽどうまくもまずくもねえ仲介って言われた方がテレビ局の音声さえ怒るわ、その仲介の方が。まあそのさ